はい、始まりました。信長の野望創造実況信長リベンジ編。今回は足利家を一斉攻撃していきたいと思います。よし、それでは出せるとこから兵を出していきましょう。出陣します。もうここは一気に攻め落とすと。戦場で華麗に参りましょう。利益でまず買っとくか。ご用は何ですか。81万1216か。軍馬を買っとくわ。よし。あ、こんなんあったんや。すっかり忘れた。なんか達成したな。戦国で採掘場2つ以上取るのと、地球儀と商業庫6個を支配置く。すっかり忘れてたな。御用は何ですか。そして整備もすっかり忘れてる。整備すっかり忘れてんな。ガンガン整備しとこう。交通の要所、金なくなりそうやな。よし、ヘモか。とりあえずこんなもんかな。必要なところは。いや、孫将まだ兵揃ってへんな。ここは出せんな。騎馬隊出しとこう。ここも出すか。出陣します。出陣します。お、こいつら、ねえ、騎馬隊くらいにしとこうか。出るとするか。出陣するぞ。さあ、迫りました。しょぼいな。こう出せ、長島。長島出しとくか。よし、カニ出陣するぞ。大垣城騎馬
隊我が戦お見せしましょう。稲葉山城出るぞ。必ずや勝つ。二条城だ。いざ戦場へ。こっちも二条城だ。あんまり細かいとこ出したら逆に面倒なことになるからな。出陣するぞ。その辺の難しさやな。岩村城よし。戦場へ参る。お清洲城出陣する。犬山城からも出して、前田利家戦場へ参る。こっちも攻められんな。よし出陣するぞ。二の正門城出陣する。よしこちらは一人か。滝川一馬さんはちょっとしんどいな。桶狭間城から出して、出るぞ。これにカム出すか。よし、いざ参ろう。こっちからなんかすごい来たやな。出るとするか。岡崎城出陣します。鉄砲隊出して、吉田城出るとするか。長篠からも出すか。出せへん。長篠からも出しとくか。出陣する。あと多いところはどこやろう。こことかも信長が秀吉がいるから出したいんやけど、ちょっと難しいな今は。歌出しとくか。戦場へ参る。こんなもんかな。こっちか。長浜城とかは出せんな。鉄砲隊出陣します。二条城よし。こっちも出陣する。二条城か。また出して二条城もう出すか。出陣します。しょぼいけど。観音寺城ここは出せんな。出陣するぞ。観音城も出しとくか。戦場へ参る。よし、二条城騎馬隊出して、こんな感じかな。よし、それではスタート。まあまあ出したな。敵もすぐ対応するけどであろう。東洋助け立ちいたしますぞ。我が戦お見せしましょう。こんな感じで進んでやろう。キャブエロ二が上の城違うな。お任せあれ。さっさなります。こっち行こうか。承知いたしました。とりあえず勝てそうなとこから潰していこう。
つやな。承知いたしました。お任せください。承知いたしました。かかれ。退却する。お。なんか退却した。敵の動きと見つらん戦況か。こっち明智光秀が来てた。されんな、先に。刺激しといて。こっちを奏でしといて。わあ。追い打ちしといて。うわ、やられた。困りてんな。あかん。塩間がやられた、早速。返すか。早速か。射撃強化か。前方の敵を同士撃ちさせるって言っても、敵がいいのかな。うわぁ、やばい。これで、うわぁ、やられた。やばい。手崩しも一発して、うわぁ、ヒデナがやられるか。動けへんしな。一気に崩されたな。うわぁ、来るな。強いな。柴田勝家来たけど、各地で戦いが起こってるな。行商を始めましょう。報告いたしますぞ。よし、ガンガン進めよう。お、鈴木家も潰せばいいか。ここか、まず。やられた。なんてこった。
中断やこんな。やられてもうた。こっちやっとこう。さすが強いな、明智光秀か。お任せください。かしこまりました。勝家で一気に突っ込んか。攻撃弱体化してるかも。あまず奇跡崩しようか。でも結構削られたな。情報処方位不完全。承知いたしました。多いな。とにかく二条五所落とすか。よし、待機せよ。これで後ろから集めるか。承知いたしました。お助けいたします。お、やられた。どうなっとる。毛利家どういうこと。毛利ともつながってるのか。うわぁ、そりゃ強いわけや。またかよ。中断。あかん、やられんなこれ。どこもかしこもやられてまくってんな。毛利とやるしかないんか。毛利元就。毛利高元。かしこまりました。承知いたしました。堺か。途中から攻撃行こうか。承知いたしました。承知いたしました。かしこまりました。いざ参る。承知いたしました。まず一気に当たらんか。めんどくせえ。よし。承知いたしました。
動けへんな。我に続け。三本目。こいつがまためんどくさいねえな、三本目が。撃しちゃおうか。我が魂、我が覚悟、我らが戦、僕とご覧あれ。行け、行きます。一気に行け。我に続け。貴様らに勝ち目はないぞ。よし、勝ち目はないぞ。一気に攻め立てろ。続きなさい。あえるぞ。おお、やられたか。やられるな。しようか。よし、次回もどうにか足利家とどうやろう、関西全部取るから結局黒井城とか丹下城かな、あと鈴木家滅ぼすくらいまで攻めていきたいと思います。よし、以上終わります。